ヤギ牧場に来ました。いや違う、ヤギの牧場に来ました。あっちに小ヤギがいるの見えますか？そうだ、ちょっと動画と写真撮っとこう。みんなが来たよ、なんかのすのすと。ほらなんか始まるみたいだぞ、始まるみたいだぞ。すごいね、のすのす来たの。目の前にあるのにやっぱりあれなんかな、フレッシュなやつの方がいいのかな。どうぞアスカンって、ブイってされた。なんかお腹太ってるよ。あ、本当だ。何なんだろうね、そういう胃袋なのかも。かゆいんだろうね、体をかきやる。ついてきて。あれがお母さんだからかな。今何かが飛んで出ていったような気がする。この草は指切ると気をつけていいよ。この草はね、指がね、切ってると。あの、ところがあるからね。カエルが、の鳴き声です。聞こえない。ほんとね。待って。あ、あ、人やった。どうした？聞こえたよね。ヤギでしょ、これって、うん、ヤギだ。うわ、お腹さ、膨らみってしてはさ、出っ張りないんじゃない？うん、でも、そっちのところもでもね、おかっ、お、これから産むんじゃない？かもね。おい、小ヤギさん、呼ばれ、よ、来ませんね。
やっ、ところも寄ってみる？うん、いいね。ちょっと待ってて。全然いいよ。あ、あっちにさ、さ、かっこいいヤギさんがおるよ。おお、すごい。はやー。角がすごいね。ここあれなんかな、ヤギ飼ってヤギミルクとかしようかな。ヤギミルク？うん、それにしても子供がさ、赤ちゃん2人だけだったでしょ。でもこの先生まれるんじゃない？だってお腹パンパンな人もおるし、人っていうかヤギだ。ここヤギ。はい、次は前行ったヤギ牧場に行きます。それまでヤギってスキップします。めめ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 めが犬がすごく好きでこんにちは。名前なんて言うんですか？ベルって言います。ベルちゃん。ベルくんです。ベルくん。ベルくん。ベルくんでも恥ずかしがり屋なんだ。そう、もうめちゃくちゃ人見知り。あ、そうだ、人見知りなんだって。ちょっと離れてバイバイでしょうか。かわいかったね。ちょっとさ、さっきさ、メル君って名前のさ、犬がおったんだけど、ちょっと恥ずかしがり屋さんだったよ。あさくは、あの、かわいい小ヤギさん一人で見てみて。どうした？なんか首が気持ち悪い？違う。喧嘩してます。おじゃね。その付き合いは。
じゃあさ、うん、じゃあさ、あっち行きましょうか。あっち行っていいのかな。ここで食べれるらしいっすよ。ごめんね、新しいのがいいっすって感じだよね。そっちの方がいいっす。これかな。ほら、あ、いらないっす。あ、いらないんだ。もういらないみたい。ポーンって投げればさ、誰かがさ、食べてくれるね。何が？はいはい、ストップです。すごい食べっぷりやね。いや、怖いね。あ、やっぱそうやん。ダメよ、そんなことするの。こっちの子はこれ。ちょっと、怖かったよね、ごめんね。すぐつもりつくんすよ。食べさせてあげる。食べさせてあげる。あのヤギさんさ、なんでさ、ブンってしたんだろうね。うん、怖いよね。白ヤギさん、年下に親切にしなくてはいけないでしょう。そうでしょう。熱い熱い。え？食べる？しまった。ああ。ごめん。ごめんね。ごめん、くらいにちゃん。失敗しました。もうここの手。あ、見て、仲が良くなった。仲良しの付き合い中にごめんなさい。食べた。落としてた。半分落ちたよ。あ、砕いてる。あんた。お茶。座っていいですか？マジで？座っていいですか？ワンチーズ。ワンチーズ。ワンチーズ。はい、いいですか、触っても。びっくりした。びっくりした。さらみます。こんにちは。知らんかもしれない。ありがとうございます。近づけてもいいですか？はい、いいですね。こんにちは。可愛いね、一人が。びっくり。そうなんですよ。はい。ちょっ
犬が好き？はい。変わる？変わってます。グーしてて口の前に出してグーグー、噛まれんように。噛まんけど、噛む犬だと指くいつけられちゃう。噛まずグーで匂い嗅がせて相手がプンプンって嗅いだらもう挨拶なし。だからエンちゃんこっち、こうやってきて。たくん覚えてこうね。うん、そしてお口の前にクンクンしてくれたら大丈夫だって。噛まれるからクンクン。へえ、ご挨拶だなんて。ありがとうございます。よかったね。教えてもらったね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ママ。ヤッホー。ママ。おーい、ミニタレさん。ミニタレさんやった。ミニタレさんって。耳が垂れてたからね。うん、かわいいね。かわいいね。犬たち楽しそうなね。うん、楽しそう。あれ、これがこんにちは、こんにちは、こんにちは。みんな話し飼いで遊んでるね。教えてもらったね。こうやって鼻の前にしてクンクンってしたら挨拶が。あ、座っていいですか？いいですか？どうぞ。ありがとうございます。向こう見てた。恥ずかしい。いや、しらふわふわって言ってもらったら。ポメラニアンですか？あ、もっともっともっと。すいません、ありがとうございます。かわいいね。犬のお友達かわいかったね。はい、というわけでいろんな犬さんがいましたね。かわいいワンちゃんもたくさんいました。では、皆さんもこの はい、ここで犬を飼っている人だけのちょっとの話。ここは犬を飼っている皆さんにとってもおすすめですから、行ってみてください。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。